指のサイズなんだって。これは特別なカメラなの。たたたちっちゃ。やばいカメラ。ママの親指ぐらいじゃない。 It's so small I can and never。 車にもつけられる。いろんなとこにつけられるの。面白いんだよ。マグネットだから。マグネットよくわかったね。磁石。キャルキャル。これをキャル首から下げてキルーあ、こうやってビデオ撮るんだって。じゃあ、プロスコ見たらこうやって撮ったりとか、プロ帽子とかにつけれるんだって。帽子につけて歩いたりとかしてるんだ。ラッタラピストルピストル。ちょっと振り回さない。そこ君たちのおもちゃじゃないんだよ。ママこれ何。ママのおもちゃよ。ママ、そうだよ。大人のおもちゃも。ほら。タイムください。ママ、you can hold him for a man。ママ、私ここトリックしてブーってなる。ああ、そうかもしれない。うん。そこ押すとじゃあ取れるってことかね。ここ、ここにでしょ？ここか。ママもこれから使い方を見てみましょうね。ブー。ここにカメラをセットして持ちながらブーって。撮ったりとか。カレン似合うじゃん。システムボラーゲットです。スウェーデンはお酒が普通には売られていないので、国営のこのシステムボラーゲットというお酒屋さんでお酒を買うことができます。営業時間がかなり限られてるけど、ビールからワインからいろんなお酒が売られてますね。ここはシャンパンのコーナーでしょ。スパークリングワインのコーナーです。ビールだけでもすごい広いし、世界中のお酒が買えるのでね、不便かと思いきや意外と。はい、これでグロッグ、クリスマスのスパイス入りのワイン。クリスマス前だからみんなお酒をいっぱい買ってるね。映像が重たい。じゃあ、できてるよ。ほらできた。
よっこいしょ。ママできるかな。いくよ、せーの。次。離すよ。せーの。はい。スケートに行くよ。元気よく。レッツゴー。マリオ。マリオ。プリンセスピーチ。失敗ボルボがあった。そこだ。オッケーオッケー。よいしょ。じゃあカレンちゃんのペンギン取ってくるね。オッケー。よいしょ。はい、よっこいしょ。はい、捕まれば大丈夫。できるかな。はい、じゃあカレンちゃんはママと一緒に滑るか。ね、私自分で。自分でやるの？できる？あ、そこに座るってこと？ママが押すの？それで。これじゃあソリやってるのと一緒じゃない？カレンちゃん、これじゃスケートになってないよ。ハノも押してごらん、ペンギン。後ろに蹴るんだよ。スー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 って。後ろに滑ってるあの子。上手だね。やってごらん。大丈夫？おい。よう練習です。スウェーデンの子供たちはすごく上手な子供が多くて、アイスホッケーのね、練習をしてる子供たちが結構いっぱいいます。すごい。あらららら、ペンギンさん倒れちゃったの？ちょっとだけ上達したんじゃないの？まあ氷の上に慣れてくれればいいかな。うん、氷の上に立てるようになったから十分十分。ここ座る？ペさん。おペニハ？Sama? Coba sana kak kolme de kukrad. Ini kata ne yoduk beler paro. Coba sama kis tak. Hey, Karen. の周りがチョコだらけだよ。町の中心地に来ました。すごく久しぶりに一人の時間です。クリスマスプレゼントを買いに行きたいと思います。やっぱりこの季節はね、クリスマスの直前だからみんなプレゼントを求めて町にね、人が溢れてるって感じです。一人で出かけるなってすごい久しぶりだわ。それだけでウキウキしちゃう。すごくね、風が今流行ってて、幼稚園とかずっとお休みだったりとか、小学校もお休みの人ばっかりで、やっとみんな元気になったってところで、ずっとねお家で子供のお世話をしてたから、ちょっとね息抜きに一人の時間をたまには取らないと頭がちょっとおかしくなっちゃいますね。キ
ラキラのミラーボールみたいなのがぶら下がってます。本屋さんに来ました。ここでね、ちょっと子供たちのプレゼントを探したいと思うんだけど、やっぱりクリスマス前だからみんなすごい人だ。大行列、レジに。子供のね、本のコーナーに来ました。あ、この本だ。これの本をシリーズで1作目をね持っていて、お友達が書いてるので、これね、続きを買おうと思ってたんだけど、オンラインで売り切れてたので、これ買おうかな。このスティーナの本だね。これいいかもしれないね。ここに地図がありました。ヨーロッパの地図とスウェーデンの地図と、それからね、これね、世界の地図、これでしょ。これを買って、どこに何があるのか教えたいと思います。無事にね、買うことができたんだけど、これをね、自分でラッピングします。ラッピングできる台がね、いくつかあって、みんな自分でラッピングしてます。ね、ラッピングがセルフサービスっていうのがすごくスウェーデンっぽい。デパートとかね、それからおもちゃ屋さんとか、どんなところに行ってもやってくれるところもあるんだけど、結構自分でセルフでラッピングできるスタンドがあって、ずっと人が並んじゃうよりも自分でできた方がすごい効率がいいと思います。これね、無事に買いました。もうちょっとだけね、買い物していきたいんだけど、その前にちょっと疲れちゃったからここに寄りたいと思います。やべはやね、カプチーノ OK、 ねはれサフランブレ、めっちゃ混んでる。今度ピーカサフランのブレ、ね、暗くなっちゃったんだけど、大急ぎでもう一軒お店に行って、お買い物も終わらせて、すぐ帰ってね、ご飯の支度しないと。なんかカルチュールヒューセントの明かりがすごく綺麗です。帽子かぶらなくて寒くないの？お腹を持ってほしいの？いいよ。いくよ。声をしっかり持っててよ。止まった。私止まった。あ、怖かった。あ、カレンちゃんも来た。おいで。いいよ。待ってこれ。ちょっと待ってて、押してもらおうかな。はい、行くでー。いってらっしゃーい。あれ、大丈夫かな。おい、大丈夫。ウサギみたい。ウサギみたい。おっぱおっぱ。ピーちゃんもウサギも。私もウサギあるでしょ。こうやってもウサギ。3個ウサギある。スピー。